はい、皆さんどうもこんにちは、まるです。今日はね、室内戦についてやっていこうかなと思います。ってことでね、もうね、あのセントラルからは逃げられないですよね。もう室内戦といったらもうセントラルで92人。あ、待って、やばい、あいつやばいよ、あいつ絶対俺のこと殺しに来る。来い。お、待て待て、おお、なぜそこで伏せた君。あ、ミスったな今だ今室内戦だったじゃん、バリバリ。1連取れた時は基本3連、まあアサルトとかその遠距離攻撃持ってる時に使える戦法なんですけど、1連取れた時はもう屋上来ます、バレないよね。で敵が多分屋上から屋上に移ったりするんですよね。その時に、自分がひょっこりしてバンバンバンって打てば、必ずキルが取れるということで、まあ、誰でもねキルが取れるといった感じのね、その立ち回りになってますので、ぜひとも皆さん使ってみてください。ワンチャン左から回ってやれないかな、あれ。これ多分横やり入れれないかな。あー、取られ、あいつキルパクしちゃった、あいつウージでキルパクしちゃった、もう許さん、俺も突っ込む。ララ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 ラ、うわ、突っ込め突っ込め、いや、あいつに渡らせない。いやー、マジか、ミスったな、やったわ。室内戦ならこれ室内戦関係ねえわ。あ、これもうマジクソみたいな、これマンジトツなんで、これはもうあのね、参考にも何にもしないでください。これほんとただバカバカなやつがやるツッコミなんで、よいしょと。まあ、あとはしかも今なぜあんな感じで突っ込んだかって言ったら、もう敵がウージーしか完全に持ってないなって、あの自分の中での決めつけですね。多分持ってないと思ったんで、ウージーしか、まあ、あれ AR 持ってたらもう僕完全に死んでたんで、まあ突る時の判断としてウージーだったら、まあ、ワンチャン自分の方が勝てるんじゃないかなと思ったりしたら、まあ突る人は突ってもいいんじゃないかなと思います。解説入れていこうか。基本ここの家の中、ここ1階に複数に、まあ2から3人ぐらい敵いるときは、自分が外だった場合ね、外から敵を何枚かやりましょう、先にね。っていうのがなぜかって言ったら、自分も中入っちゃうと、もうこれ狙われ放題ですと、こことここから。けど外からだったら逆に狙いたい放題なんですよね。だからその中か外かって言ったら、1階のときは確実に外の方が強いんで、まあできたらここまで逃げるか、まあ中にいる人たちが逆にじゃあどうすればいいって言ったら、まあまあやっぱこことりあえずとりあえずまあここか、ここでじゃあめちゃめちゃじゃあ芋取るやつおるみたいな、もうずっとこんなことしとるってやつおったら、まあ上手い人だったら足跡でバレちゃうんですけど、まあ普通にここ立ち回ってここでバレないようにこう切って、はい右リーンみたいなのもありなんで、左リーンでも全然いいです。でまあ明らかに後ろとかに敵がいないなと思ったら、ここでガンマッチっていうのもありかもしれないですね。ここ入ってきた瞬間にこうやってダダダダダダって言って、あれおらんやんみたいなってなった時ぐらいに、あいつ行こうかなと思った時ぐらいに、ドローン飛んどるんだけど怖っぐらいにババババババーンっていけるんで、まあそういう戦い方もありなんですけど、でもここ一つ注意事項があって、それ使うにあたってあれですね、あの武器持ってると武器がここ出ちゃうんで、まあそこだけはしっかりね気をつけて。たまにいるんですよ、ここ壁くっつきすぎちゃうと、これ武器がそのはみ出ちゃってるんですよね。で明らかに場所が一割れしちゃってる人とかいるんで、まあなるべくね、そのここにつくにしてもちょっと下がるぐらいが一番いいんじゃないかなっていう。皆さんどうですか、撮影するときだけは感染コメ切った方がいいですか。いつもはそのなんか皆さんがコメントくれるから、結構それもモチベーションがあって一応感染コメントオンにしてるんですけどなんかモデレーターみたいな役割をしてくれる人がいる、そのつけてるんですけど、撮影中や解説の時にコメントが流れるのはあんまりなんか気持ちよくないかなと思ってるんで、まあそのまあつけてもいい、つけてもいい、まあつけちゃいけないっていう。うわー、待って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 ちょっと遊ぼうかなと思ったらこいつも気づきよった怖すぎんか。そのね、感染コメントその消していい、つけていいっていうのはあの
コメント欄の方で教えてください。ほんと怖かったんだけど今。かわいいかよ。いやいやいや怖かったわ今一瞬。バリ怖かったんだけど。あいつめっちゃ見よるやん。どうしよう M4? いやー缶欲しいな。8スコあるんだよな。こういう時も対面の敵がじゃあ全然撃ってこない頭出さないってなった時にこうっすね。この動きっすね。あえてこのダミーの動きを入れると。待って手前にもいない。あいないか。 OK。 あ逃げられた。こうしたら敵もやっぱめちゃめちゃ撃ってくるんでそこを撃つと、まあ、敵がなんかそこら辺にもいたような気がするんだよな普通に。でこれあえてねヌーブの動きをするといった感じになりますね個人的に。まあこれはあくまで本当に顔全然出してこないぞってやつ向けのやつなんで、まあ、顔出してくるような敵であればまあ自分からそのコメント嬉しいんですけどね。あんまりそのなんかそのねなんかちょっと不公平じゃないですか敵からしたら。なんであんまり僕は正直そういうコメント来たとしてもまあ知らないふりして一応プレイはするようにしています。待って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 いるわ。あぶねえだからちゃんとそのまあここにいるよって言われてもあえて銃声出しながら行ったりとか今みたいに車乗ったりとかして敵に場所を知らせながら一応やってるつもりなんですけど、まあなんかずるいっすもんね。そんななんか感染コメントにもらってその場所分かってる、そうゴースティングみたいなもんなんで、まあそのなかなかそんな卑怯な手を使いたくないとし、やっていこう。まあまあ家の中での戦いの説明はある程度できたと思うんで、まあ、言うてはこのオレンジハウスについてだけなんですけどね。ソロクインテッドとかソロスクワット回ってるとそのなんて言うんだろうな、え待っているね。あいつはどこ見てんだ。あれどこ見てんすかね。うーやっちまった。心が苦しい。うわ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 あいつ来る。来そうな気がする。こっち来よったー来よった。こいつきこいつ車止めやがって。待てやめろバカバカバカ。そんな焦んな。まずはお前をやれ。パンクさせる。うわパンクせんかった。くそ逃げられた。逃がすか逃がすか。どっちの車の方が速いと思ってんね。こっちやぞこっちは探検家やぞ。あランボルギーニの動画出したいな。ランボルギーニめちゃめちゃ速いらしいですよ初速。言うてなんかあんまりフェラーリと変わんないっても聞いたけどどっちの方が速いんかな。ここら辺にいてもおかしくない。うわやっぱいたわ。おおやってるやってる。室内行っちゃう？行っちゃう？室内行っちゃおう。突っちゃおう。まあ、ちゃんとまず足音を聞くとしっかり。待ちですねこれ。怖。どこで待ってんだろう。怖いなこれ。うわあ足跡消しよった。そこにはいない。ご様子で。どこにいる。どこにいる。これこれ待ってこれ怖いぞ。いやこれ一番怖いやつ。敵の場所がどこにいるか分かんない時はもうとりあえず手榴弾投げるとりあえず投げときは多分なんとかなる。外から降りてこないかな。やったんだけど。どこにいたんだろう。えマジ。えどこにいた。あここか。そうなんですよ。あそうここここの紹介し忘れてた。ここめっちゃ強いんすよいやここマジめっちゃ強いんですよ。ここわかんないんですよね登った時敵はどこにいるか。だからイモリたいっていう人向けだったらあそこめちゃめちゃ使える。ほんと使えるんでぜひ使ってみてください。あっちバカ遠いんですけど。まあこういう時はいつでも
打ち返せるように神経をね尖らせときながら、ちゃんと周りをね集中しながら、いつもだったら僕携帯触りながらやってるんですけどねツイッターとか見ながら。あとこの武器カーというかまあ狙撃とアサルト持ってる時、なるだけ敵遠くの敵を見つけるまでで、近くの敵いないなって安全確認ができたら、カーに持ち帰ることだったらありやと思います。けどたまにねその遠くしか見てなくて、そのカーずっと持ち続けてる人とかいるんですよね。ってなった時にそのなんつうんだろうな、その絶対そのまあ近距離でもカーで抜く自信があるって人とかだったら、僕はその全然浮いてんだけど、どういうことあれ、え浮いてんだけどなんで浮いてる、え浮いてるよねこれ、なんかのバグ、なんかバグかな、乗れないよ、え待ってこれ怖いんだけど、なんか抜かれそう、めっちゃカー打ってるもんね、さっきのカーの音のやつだよこれ、こいつだよこいつ、どこに、あいた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 、1枚いたね。ああいう時はこれあの狙撃に帰ってでアサルトに持ち帰る。なんでアサルトに持ち帰るかっていうのは、あいつあっち見てたね、アサルトに持ち帰るっていうのは近距離でねバーって撃たれた時にカー持ってたら対応できないんで、まあそこはなるだけアサルトライフル持つようにした方がいいんじゃないかなって思いますね。ぶち込まれたんだけど、ぶち込まれたんですけど、ちょ待って敵の位置が分かんない、ここで大丈夫かな、えマジ分かんないんだけど、ちょ頼む抜かれないでくれ、どこ敵、ああれか、でも上にもいるんだよな、でああいう敵はしっかり多分狙ってくると思うんで、ダメージ与えたらこういう感じでちゃんとね顔隠しながら、あやだー多分あいつガスで死ぬんじゃないワンちゃん、多分相手ね回復するのに必死なんで先に上を取りましょう、こういう時は。いやあいつ捨て身すぎ、これ詰めよう、オッケー、まあ今のはあのね僕がリロードする、リロードっていうか、まあ、まあ待つよりも敵を絶対やった方が確実にキルできると思ったんでキルしに行きました。待ってそこに行ってそこで死ぬどういうか気持ちで荒野行動やってんの、それはやばいってやばすぎでしょ今の。待って、いいんだけど、落ち着こう、一旦話し合う、頼む、一旦話し合う、落ち着こう、オッケー、落ち着いて、君どこにいたの、うわー、まあ、くそー普通すればよかった、負けた。まあでも本当にあんな感じですね、今日はなんかドンカツ取れなくて、まあ、申し訳ない気持ちいっぱいなんですけど、まあ室内戦に関してはあんな感じなんで、まあ良ければ参考にしていただければいいんじゃないかなって思います。ってことでこの動画が良ければチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ってことでね、またみんなバイチャー。